皆さん、こんにちは。B レジェンドのダンです。今回は、スクワットをやっている方は、皆さん、やめてください。というような内容になります。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は、チェックしてみてください。最初にお伝えしておきたいのは、スクワット。すごくいい種目です。これだけさっき言っておきますね。もういろんな誤解が出てきてしまうかと思うので、一部の人はやめた方がいいかもしれないですよっていうような内容になるので、ぜひぜひね、そういったところなんでかって気になる方は見てもらえたらなと思います。スクワット自体はすごくいい種目です。なぜならビッグスリーですからね。ビッグスリー推奨派の人間でもあるので、スクワット、こちらは全然やってもらってもいいと思います。ただですね、目的に沿っていればの話ですね。まずスクワットなんですけども、まあ下半身を鍛えるオーソドックスな種目として、まあ高重量を持てる種目でもあるっていうのと、しっかりと体幹を使って行うので、全身の種目としてもやっぱり注目を浴びている種目ですよね。ボディビルをやるならスクワットはもうやめるなと。もうボディビルをやるならもうスクワットはガン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 やるべきだと思いますね。今回ですね、僕がやめるべきと思う人たちは、ウエストを引き締めたい方。もうこれに限りますね。まあ僕はフィジークという競技をやってるんですけども、フィジークという競技はいかに逆三角形かどうかみたいなところを競うような種目でもありますので、やっぱりウエストを太くすることは嬉しくないです。女性の競技者もそうだと思うんですけど、やっぱりウエストのこのくびれ、重要やと思うんですよ。ってなった時に、このスクワットやるとどうなるかなんですけど、スクワットってやっぱり体幹をすごく使うと思うんですね。で逆に体幹、腹筋に力を入れずにスクワットを行うと腰を痛める原因にもなってくるんで、しっかりと腹筋は力を使わないとダメなんですけども、で重量が上がれば上がるだけ体の芯の部分ですよね。体幹の芯の部分、体を固めて行うことになるので、まあベルトを行ってやることによって無理やり締めることができるからまだマシになるかもしれないですけど、やっぱり重量が上がれば上がるだけ腹圧すごいかかるんですよ。結果ウエストが太くなることにつながるんですよね。割とパワー強い人の体を見てもらったら分かると思うんですけど、ウエスト細い人って本当に骨格上ウエストが細い人であって、もし高重量やってる人は骨盤の広さに合わせてウエストは太くなるんですよ。どないなってんのってぐらいウエスト細い人たまにいるじゃないですか。ああいう人たちがスクワットやっててもおそらくそんなに太くはならないです。でも僕なんかすごい骨盤広いです。だからウエスト自体は細くないんですけど、ズボンを上げて骨盤よりも上で履くとウエストが細く見えるんですよね。これってやっぱりその体幹を鍛えてはいるんですけど、スクワットとか高重量を扱って体幹が太くなるようなトレーニングっていうのを避けているからっていうのもあるんですけど、まあ、そういった種目をやってしまうとやっぱり骨盤の広さに合わせた太さになっていくので、胴体がくびれたウエストっていうのが作りにくくなる人は作りにくくなりますよね。だからスクワット自体はすごくいい種目なんですけど、ウエストをくびれさせたい人からするとやっぱり少しネックになってしまうというか、消費エネルギーも大きいので、ダイエット中とかであれば消費エネルギーを増やすためにスクワットもっと担げるし、もっと担げるしで高重量になってって、結局自分の体幹で体を支えるってなってくると、ウエストを細く保とうとしていたところがしっかりとしたウエストになってきてしまうっていうのにもつながってきてしまうので、もうそのウエストをくびれさせたい方はおすすめしないということで、今回こういった内容にさせていただきました。まあ実際僕もスクワットをずっとやっていた時もあるんですけど、やめてからの方がウエストはだいぶ細く見えるようになりました。やっぱり大会出始めた時の写真とか見たりしても、ウエスト俺太いなと思ってたんですよ。でも一旦そういうのを意識してやめてみようと思いっきりね、ビッグ3の中でもスクワット、デッドリフト、この2つをやめた瞬間にすごい逆三角形っぽい雰囲気が出て、フィジークのフォルムになったんですよね。ただやってた時は長方形みたいな体だったんですよ。もうストーンって感じだったんで、フィジーク目指してるはずやのにウエスト太いなーって方はスクワットすごい頑張ってたりとか、中にはねスクワットすごい頑張ってんのにウエスト細い人もいるんですけど、僕はもうこれは骨格の問題かなっていう風にも思います。ベルトの問題なんですけど、ベルト外した方が僕はウエスト細くなったんですよね。まあベルト外してって言ってもスクワットをするのであればつけた方がいいかもしれないですけど、今は特に僕は病気でスクワットをそもそもできないんですけど、そういう腹圧をかける種目っていうのを避けて腹筋を自分で固める意識をしながらベルトを使うのをやめたら、ある程度のトレーニングの腹圧っていうのはやっぱりウエストは別に太くならないんですよ。高重量扱うわけじゃなかったりするんで、そういう時にやっぱ使うと逆に体の芯の部分がしっかりして体幹が強くなるけど、ウエストは太くならない状態になって、で逆にお腹周りが絞れやすくなってきたりもしたりもするので、そういったところも参考にしてもらえたらなというふうに思います。一つちょっと伝えておきたいのは、スクワットをするからといって絶対にウエストが太くなるわけではないということですね。本当に一線超えて高重量扱っている方々、男性で言うと120、140、160と高重量を扱えば扱うだけやっぱグッと体を固めないとダメですよね。だから60キロとか100キロ手前でスクワットをする分に関してはウエストはそんなに太くならないと思います。ただ
重りがね、重くなっていくとともに、下半身のパワーだけじゃ支えられない重量になっていくわけですよ。まあ、そうなってきた時には、やっぱり太くはなりやすいかなと思います。なんか女性なんかは、自重でスクワットするのはもう全然大丈夫です。自重でスクワットしてウエストが太くなるなんか話は聞いたことがないので、自重で行う分にはもう全然スクワット、ぜひぜひやってください。高重量って言っても、自分の体重分ぐらいのね、重量を扱う分には、そんなにウエストが太くなるっていうのも、あんまり心配ないんじゃないかなっていうふうにも思うので、自分の体重分ぐらい全然やってもいいんじゃないかなと思います。ただ足を太くしたいとか、ハム、ケツをもっとしっかりとさせたいから重量扱わなあかんねんっていうのであれば、もうスクワットじゃないピンポイントで狙う種目をやったらいいんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、簡単に太くはならないんで、そんなにしょっちゅうしょっちゅうやらへんねやったらいいんかなというふうには思うんですけども、頻繁にスクワットとかしちゃってる方とか、ウエスト細くならへんどうしようって悩んでるのにもかかわらず、スクワットをしてる覚えがある方っていうのは、もしかするとそのスクワットが原因の一つになるんじゃないかなっていうふうにも思いますので、そういった方はぜひ参考にしていただきたいなっていうふうに思います。スクワットじゃあすごく素晴らしい種目になりますので、トレーニングを始めました、スクワットをやらない方がいいですかっていう初心者の方に関してはスクワットやってくださいってお伝えします。最初からね、高重量扱うことは難しいので、しっかりとまずスクワットっていうのはビッグスリーの一つになりますし、やっぱり全身を使う運動でありながら、それぞれの関節の動きっていうのをちゃんと一緒に連動させないと、スクワットっていうのはちゃんとできないですよね。ちゃんとスクワットをできるようになれば、体の使い方もおのずと分かるようになってくるんですよ。だからベンチプレス、デッドリフト、スクワット、これはトレーニングをする上で必要な動きっていうのを体に覚えさせるためにも、初心者の方にはおすすめです。ご視聴ありがとうございました。またよかったらいいね、チャンネル登録、そしてですね、この動画に対してもね、ツッコミどころがいっぱいあると思いますので、ぜひツッコみたい方はコメントお願いいたします。 B レジェンドの公式 LINE でもお得な情報を掲載しておりますし、概要欄には新商品の情報なども掲載しております。 LINE 友達登録していただくと、初回登録500円クーポン発行しておりますので、ぜひこの機会に LINE 友達追加して商品を購入してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。